シュフランはフランス海軍のシュフラン級の一隻。艦名は18世紀後半のインド洋においてイギリス海軍の脅威となったピエール・アンドレド・シュフランにちなむ。収益後しばらくは地中海で活動していたが1939年春にインドシナ方面へ派遣されて帰還任務をプリモゲと交代し、翌1940年5月までインド洋で活動した。 第二次世界大戦時には、デュケーヌ90巡洋艦、デュケーヌ・トゥールビュケ系巡洋艦、デュゲイト・ルーアンと共に駆逐艦隊を伴って、イタリア海軍への備えとして、南大西洋で行動していた。1940年6月時にはちょうど急戦艦、ロレーヌと共に、アレキサンドリアにあり、フランスの降伏後の7月に武装解除に応じた。 同年7月13日に自由フランス海軍に所属し直して活動を開始した。1943年に雷装と航空施設と後部マストを撤去し、全部マストにレーダーを装備し、対空火器を強化した。それ以降は同年5月から1944年にかけてドイツ海軍の封鎖突破戦への紹介に当たった。1945年に カサブランカにて整備中に第二次世界大戦の終了を迎えた。1946年より第一次インドシナ戦争へ参加し輸送船団の護衛任務に就いた。1962年12月に除籍されてから1964年に宿泊艦オセアンとなり、1974年に解体業者に売却されてスクラップとなった。ウィキメディアコモンズには 主婦欄ランに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。